ドミノピザが発表した4月から6月期の決算は、1年前と比べて減収増益となり、増収を見込んでいた市場予想と反する結果となりました。アメリカ国内での売上が伸びず、既存店売上高の伸びはほぼ横ばいでした。アメリカ国外では順調に業績を伸ばしたものの、為替の影響で売上の一部が相殺されたとしています。 ドミノピザは今後、全世界の3分の2以上の店舗でウーバーイーツと連携することを発表していて新たな顧客を獲得し巻き返しを図りたい考えです。